ビデオシングルディスクは CD ビデオの5分間の映像部にビデオ映像のみを収録し、オーディオ CD パートを収録しなかったもの。ディスクには CD ビデオのロゴマークではなく CDV とレーザーディスクのロゴが表示されている。トラックは2から記録されており、一部のディスクにはオーディオパートの音声は収録されておりませんと表示されていた。 ディスクを目視で見ると内周部のオーディオトラックと外周部のビデオトラックが CD ビデオと同一でプレイヤーの互換を保つためビデオパートの記録領域を拡張できなかったと想像できる。ビデオシングルディスクのロゴマークは1980年代に CBS ソニーや EPIC ソニーから発売されていた映像ソフト、ビデオ LP、ビデオシングル、ビデオムービー各シリーズに付けられていたマークと 同一である。音楽プロモーションビデオを一曲単位で発売するフォーマットとして注目されたが、1枚1200円という値付けが魅力的ではなかったためか普及しなかった。実際には誤動作を避けるため5秒間の無音トラック、もしくは一般 CD プレイヤーで再生しないように注意を促すアナウンスが収録されていた。ありがとうございます。